三鷹駅ご通行中の皆さん、こんにちは。鈴木成沙と申します。こんにちは。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。今回の市議会議員の補欠選挙に立候補いたしました。26歳完全無所属の鈴木成沙と申します。何の後ろ盾もなく、組織もなく、しがらみのないクリーンな政治を武蔵野市から始めたいと思い立候補いたしました。また今26歳です。もっともっと若い人が増えてほしい。若い力でフレッシュな武蔵野市の政治を皆さんと一緒に始めたいと思い立候補いたしました。鈴木成沙26歳、こんにちは。完全無所属で今日も地域の皆さんがボランティアに来てくださって活動できております。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。いつもありがとうございます。鈴木成沙と申します。徹底的に生活者の目線に立った政治をこの武蔵野市から皆さんと一緒に始めたいと思っています。私はこの武蔵野市に暮らしながら大学の在学中からずっと時給1000円ちょっとでアルバイトしてまいりました。時給1000円ちょっとでこの武蔵野市で暮らすこと、本当に苦しいことです。自分が働いて稼いだお金はほとんど生活費か家賃に消えていく。スーパーをはしごして少しでも安い野菜を、少しでも安い食べ物を目指して回って選んで自分で料理して食べる。そういった普通の生活をしている人、生活者の目線を知っている人が政治の世界にどれほど今いるでしょうか。自分でスーパーに行ったことがない人、自分で野菜などを買ったことがない人、相場がよくわからない人が政治の世界にいすぎだと思っています。もっともっと普通の庶民の暮らし、生活者の視点を知っている人が、応援のお言葉いただきました。本当にありがとうございます。鈴木成沙と申します。大きな声ばかりでなく小さな声が、今生活が本当にしんどいという方々の声、介護をしながら育児をされている方、介護をしながらお仕事をされている方、ありがとうございます。ありがとうございます。今生活が本当にしんどいという方々の声が最優先に政治の真ん中に取り上げられ、議論され、サポートされていくような武蔵野市を、生活者目線の武蔵野市を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。12月の24日が投票日ですけれども、師走の忙しい時期です。期日前投票が始まっております。市役所で始まっております。鈴木成沙にぜひとも皆さんの期待の大きな一票を、鈴木成沙にどうか一票をお願いいたします。ありがとうございます。私自身、幼い頃から家が安心安全でないという環境で育ちました。さまざまな家を転々として、家が静かではない、安心安全ではないというところに育って、自分の小さな声は誰に聞かれるんだろうと、また自分が駆け込めるような居場所がこの町はどこにあるんだろうと思ってきました。小さな声を聞かれるような場所、また駆け込めるような居場所を、今度は自分が応援のお言葉いただきました。ありがとうございます。
鈴木成沙と申します。ありがとうございます。私自身安心安全、家が安心安全でないという場所で育ち、駆け込めるような居場所が欲しかった、また小さな声、子どもたちの声がもっと聞かれるような場所が欲しかったという気持ちから、武蔵野市で次世代型の居場所運営を始めて今年で3年目です。今が本当にしんどいという方々、生活保護を受けられている方から老老介護をされている方、こんにちは。また介護をしながらお仕事をされていたり、介護をしながら育児をされている方、今が本当にしんどいという方、私がこのおよそ3年間武蔵野市で経営してきた小さな小さな居場所に駆け込んでこられて、今本当にしんどいんだという話を目の前でやっていただいてきました。こんにちは、鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属で地域の皆様のためにこれから働きたいと思って立候補しています。こんにちは。皆さんの期待の一票を、大きな大きな一票を鈴木成沙にお願いいたします。友人みたいですね。応援のお言葉いただきました。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。大きな声だけでなく小さな声、今生活が本当にしんどいという方々の声、介護をしながら育児をされている方、介護をしながらお仕事をされている方、ご高齢でお一人暮らしの方、ご家族も本人も明日のことが心配だとこの耳で聞かされてきました、聞かせていただいてきました。今が本当にしんどいという方の生活者の視点、当事者の視点、地域の視点を本当に大切にする武蔵野市を皆さんと一緒に始めていきたいと思っています。もう声が大きい人だけの政治は、もうこれから若者たちも政治不信になるばかりです。私たち地域の人から、若い人から、またこの当事者の目線、ここで生活している人たちから、もう一度信じられるような政治を始めたいと思って、今回立候補することを決めました。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。鈴木成沙と申します。現在行われております、今日が3日目です、市議会議員の補欠選挙立候補しております。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。本当にこの地域で暮らして、実際に暮らして、自分でスーパーをはしごして、少しでも安い野菜だったり果物だったりを探して、自分で料理して、自分で生活をしている、この生活者の視点を知っている人が政治の世界に少なすぎると思っています。少し卵がまた値上がりしました。野菜もまた値上がりしました。庶民の生活、私を含めた庶民の生活は本当に苦しいものです。そこに対して、そこの不満を蓋をして、住みやすい街ナンバーワンなんて本当におかしな話だと思っています。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。もっともっと小さな声が、今生活に本当に困っているという声が大事にされて、重要な話題として議論されて、サポートされるような武蔵野市を皆さんと一緒に作っていきたいと思い立候補しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。応援のお言葉いただきました。本当にありがとうございます。鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属、徹底的な地域の目線、生活者の目線で
政治に切り込んでまいりたいと思っています。鈴木成沙と申します。卵が10円値上がりしたり、野菜が少し値上がりしただけで生活がすごく左右されるという、この生活者の目線を知っている人が政治の世界にもっともっと必要だと思っています。お金持ちの人もいるでしょう、生活に余裕がある人もいるでしょうが、武蔵野市は全然もっともっと今生活に困っている人たくさんいらっしゃいます。今生活が本当にしんどいという方の声が最優先に届くような武蔵野市を、小さな声が無視されずに大切な声として扱われる武蔵野市を皆さんと一緒に作っていきたいと思って立候補しました。こんにちは、鈴木成沙と申します。市議会議員候補の鈴木成沙、26歳、完全無所属で地域の皆様のために働きたいと思い立候補いたしました。私には看板も花壇も地盤もありません。地域の仲間たちがたくさんいます。地盤も看板も花壇もないけれど、あ、事務所構えてないですよ。鈴木成沙さん、26歳。ありがとうございます。世襲に反対する鈴木成沙さん、ありがとうございます。応援のお言葉いただきました。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属、地盤も看板もカバンもなく、しがらみのないクリーンな政治を、ただただ地域の皆様のための政治を皆さんと一緒に始めていきたいと思い立候補いたしました。鈴木成沙と申します。どうか皆さん投票用紙には鈴木成沙とお書きください。大きな大きな期待の一票を鈴木成沙に託してください。皆さんのために汗水垂らして会いに行きます。皆さんのために働きます。どうかどうかよろしくお願いいたします。鈴木成沙と申します。応援のお言葉いただきました。菅源太郎氏を倒す唯一の候補、鈴木成沙さん、26歳、若い、大学の院生、そうですね、博士課程由来の年齢ですね。Thank you.
ってたけど、なんとも言えない。ご老人が、老人体操について、質問をしてらっしゃいます。ちゃんと会話をして、ありがとうございます。応援のお言葉をいただきました。本当にありがとうございます。市議会議員候補の鈴木成沙と申します。大きな声ばかりではない、小さな声、今本当に生活がしんどいという方々の声、介護をしていたり育児をしていたり、介護をしながら育児をしているダブルケアの方であったり、自分の時間が全くないという方、今本当に生活がしんどいという方に向けた、生活者に向けた、ここの武蔵野市で実際に生活している方々に向けた施策をしっかりと打っていく、サポートをしていくような武蔵野市を皆さんと一緒に作っていきたいと思い立候補いたしました。鈴木成沙と申します。政策のチラシを配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。こんにちは、鈴木成沙と申します。ここ三鷹駅から ICU に通って卒業しました。 ICU 在学中からここ武蔵野市に暮らし、武蔵野市で地域密着の多世代型のお子様からご高齢の方まで駆け込んでこられるような喫茶店を営んでまいりました。そこでは本当にたくさんの声を聞いてきました。ありがとうございます。今も本当にしんどいという方、介護をしながら育児をされている、老老介護をされている、またご高齢のお一人暮らしの方、今が本当にしんどいという方々の声が最優先に届くような武蔵野市を皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思っています。また私自身、この武蔵野市で時給1000円台でアルバイトをしてきた普通の一般庶民のうちの一人です。一般の人が、普通にこの町で生活している人が、卵は10円上がったり野菜が少し値上がりしたりしたことに本当に生活を圧迫されること、
この感覚を知っている人が私の市の政治の世界にどれほど今いるでしょうか。今本当に生活がしんどいという方、今本当に困っているという方に向けたサポートをしっかりとしていくような武蔵野市を。ありがとうございます。頑張ります。よろしくお願いします。鈴木成沙さん、カフェを経営してます。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。市議会議員の補欠選挙に立候補しております。今日は選挙戦の3日目です。12月の24日に投票日があります。期日前投票はもう始まっております。大きな声ばかりではなく小さな声が大切にされる武蔵野市を。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。大きな声で失礼いたします。市議会議員の補欠選挙に立候補いたしました。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。こんにちは。ありがとうございます。もっともっと生活者の目線に寄り添った武蔵野市を。卵が値上がりしたり野菜が値上がりしたりすることに生活本当に大打撃だというこの感覚を知っている人がもっともっと政治の場に増えてほしいと思っています。また今回笹岡優子さん、市長選に出られた笹岡優子さんの後女性が担っていたその議席をまた女性が担いたい、その気持ちもあって今回私は立候補しております。完全無所属で何の後ろ盾もありませんが、しがらみのないクリーンな政治を、皆さんと一緒にもう一度信じたいと思うような政治を、皆さんと一緒にやっていきたい、作っていきたいと思ってこちら立候補いたしました。市議会議員候補の鈴木成沙と申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属、何の後ろ盾もありませんけれども、何のしがらみもない、今汚職の問題本当に連日テレビで見ています。そういった嘘ばっかりの、仕事ばっかりの政治ではなくて、クリーンな地域目線の昔の市を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。また今26歳です。若いだけがいい、そういう話ではありませんけれども、さまざまな多様な人が議会を構成していることや、ありがとうございます。頑張ります。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。政策の書かれたチラシを配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。大きな声ばかりではない小さな声がしっかりと聞かれるような武蔵野市を。今武蔵野市、子どもたちのいじめの問題まだまだ深刻なままだと、実際に親御さんたちの声、また学校に行けなくなった子どもたちが私の作っている地域の他世代の居場所に駆け込まれてきて、本当に武蔵野市あんまり対応してくれないんだという声を聞かせていただいております。また子どもたち、学校にも居場所がない、また家庭にも安心安全な居場所がないという子どもたちは学校にうまく行けず、そして私の3世代の居場所に駆け込んで来られてきたりしています。また親御さんたちも野菜も高いし肉も高いし、どういうふうにどこのスーパーに行ってるのとか、本当に生活今困ってるんだという声をこの耳で聞かせていただいております。今生活が本当にしんどいという方の声が、小さな声が
最優先に政治の真ん中に取り上げられる武蔵野市を、政治不信にみんな陥ってると思います。その投票率の低さは政治不信の結果であると思っています。もう一度信じたくなるような、信じられるような武蔵野市のクリーンな政治を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。こんばんは、鈴木成沙、鈴木成沙と申します。ありがとうございます。鈴木成沙、鈴木成沙と申します。大きな音で失礼いたします。私はこの武蔵野市に暮らしながら、地域密着の次世代型の居場所を吉祥寺の北町2丁目で開業して、今年で3年目です。そこでたくさんの今生活が本当に困っているんだという声をこの耳で聞かせてきていただいております。今生活が本当にしんどいという方、介護をしながら育児をされている方、育児をしながらお仕事もされている方、大変な人気で、どんどん声をかけてくる人がいて、なかなかもう30分経ってますね。演説がもう応援の弁を述べる人が、例えばね、今もこうやって応援の弁を伝えてる。ちょっと待って。
小さな声を聞く力で。カラオケ感があるんですけど、カラオケ、カラオケでいいんですよね。感がちょっと邪魔です。終わった後26歳ですから、佳子様とキャンパスを共にしたので、そういう話を終わったら聞きたいと思いますので、あの26歳 ICU って入試難しいからね。私もバカダ大学に入ったけどICU は難しいと思うよ。 ICU のキャンパスが綺麗でね。お、成田さん、お祝いの言葉いただきました。本当にありがとうございます。鈴木成田と申します。ありがとうございます。市議会議員の補欠選挙に立候補いたしました。26歳完全無所属の鈴木成田と申します。大きな声ばかりでなく、小さな声がしっかりと取り上げられるような私の死を、今生活が本当にしんどいという方、介護をしながら育児をされているダブルケアの方々、介護をしながらお仕事をされている方、また老老介護をされている方、ご高齢のお一人暮らしの方、生活者目線の昔の死を皆さんと一緒に始めていきたいと思い立候補いたしました。鈴木成田と申します。26歳、完全無所属、何の後ろ盾もありません。何のしがらみもなく、クリーンな昔の死を皆さんと一緒に始めていきたいと思って立候補いたしました。ありがとうございます。制作のチラシを配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。ありがとうございます。鈴木成田と申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。大きな声ばかりでなく、小さな声がしっかりと届けられるような昔の詩を、小さな声というのはこれまで十分に大切にされなかった声のことです。今本当に困っているという声、声にならないような声がしっかりと政治の真ん中に届いていく昔の詩をみんなと一緒に見てみたいと思っています。鈴木成田26歳、完全無所属で何の後ろ盾もなく、クリーンな武蔵野市の政治を、ありがとうございます。皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。ありがとうございます。鈴木成田と申します。皆さんの大きな大きな期待の一票を、どうか鈴木成田に一票をお願いいたします。こんにちは。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。鈴木成田と申します。
どうして一人一人の居場所が大切なのかと聞かれることがあります。私自身、自分の育った家が安心安全ではない環境であったことが長らくありました。どこかで何かの物音がする、常に誰かの機嫌を伺っていないといけない、そういった風な家庭環境の中で、自分が飛び込めるような居場所があったらよかった、自分の小さな声が聞かれるような場所があったらよかったと、そう思い続けてきた子供時代、大人になってから今度は自分が居場所を作る側になろうと思って、今回この武蔵野市で小さな小さな建材型の居場所を作って、今年で3年目です。ありがとうございます。もっともっと今生活が困っている、居場所がない、溶け込めるような場所がない、明日も見えないような暮らしをしている、そんな今のしんどさがちゃんと相談できるような、また溶け込めるような場所があるような武蔵野市を皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。こんにちは、鈴木成沙と申します。こんにちは、ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。大きな声だけでなく、小さな声がしっかりと届くような武蔵野市を。鈴木成沙でございます。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。参考法のご検討をお祈りしております。失礼いたします。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。大きな声だけでない、小さな声が聞かれる武蔵野市を、また徹底的に生活者の目線に立った、卵が10円値上がりしたり、野菜が少し値上がりしただけで生活が本当にしんどくなる、この感覚を知っている人が政治の世界にもっといるべきだと思っています。鈴木成沙と申します。私自身も少しでも安いものを求めてスーパーをはしごしたり、今本当に生活がしんどいなと、来月のお金の残りを気にしたり、そんな風に生活してまいりました。この生活者の視点を知っている、生活者の目線を知っている人が政治の世界にもっともっといてほしいと思ってきました。生活のことを決める、地域のことを決める政治の世界が、スーパーに行ったことがなかったり、自分で料理をしたことがないような人がたくさんいるようなものではいけないと思っています。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。応援の言葉をいただきました。本当にありがとうございます。鈴木成沙と申します。徹底的に生活者の視点に立った武蔵野市を、卵が10円値上がりしたり、野菜が少し値上がりしたりすることに本当に生活が苦しくなる、ありがとうございます。応援の言葉をいただきました。本当にありがとうございます。制作のチラシ配らせていただいております。よろしかったらお受け取りになってくださいませ。鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属、何のしがらみもなく、後ろ盾もなく、地盤も看板もカバンもありませんけれども、たくさんの仲間たちと一緒に活動させていただいております。またしがらみのない政治、今汚職の問題毎日テレビで見てますけれども、しがらみのない、嘘のない政治を皆さんと一緒に、こんにちは、作っていきたいと思っています。政策のチラシ配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。鈴木成沙と申します。こんにちは、ありがとうございます。期日前投票が始まっております。よろしければ投票用紙には鈴木成沙とお書きくださいませ。こんにちは、ありがとうございます。
応援のお言葉いただきました。本当にありがとうございます。私自身、今回笹岡優子さんが市長選に出られるために市議を辞められました。女性が得た席をまた女性でしっかりと得ていくこと、とても大切なことだと思っています。男女の比率、たかが男女の比率と言われるかもしれませんけれども、私はとても大事なことだと思っています。ありがとうございます。女性と男性の比率が半々であることは、より多様な視点があるということです。また女性の声だけでなく、若い人の声も本当にたくさんであった方がいい。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。今日の朝は武蔵境駅で、今日のお昼はこちら三鷹駅でご挨拶させていただいております。こんにちは、鈴木成沙、26歳、完全無所属、何のしがらみもなくクリーンな武蔵野市を、地盤も看板もカバンもなくても、女性でも若くても政治の世界に入れるような武蔵野市を皆さんと一緒に見てみたいと思って立候補しています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。頑張ってください。応援の言葉いただきました。本当にありがとうございます。鈴木成沙と申します。26歳、完全無所属、地域の皆さんの視点をしっかりと政治の真ん中に持ち込みたいと思い立候補いたしました。こんにちは。卵は10円20円値上がりしたり、野菜が少し値上がりしただけで全然スーパーで買えるものがなくなってしまう、そんな私を含めた一般の生活者の視点をしっかりと政治の真ん中に持ち込んでいきたいと思い立候補いたしました。実際政治の世界にいる人で、どれほどの人がスーパーを自分ではしごしたり、自分で野菜を選んだり、自分で料理をしたりしているでしょうか。政治の世界にいる人はもっともっと生活者の視点を知るべきだと思っています。一般の生活者が政治の世界に一人でも増えてほしい、そういうふうな思いで立候補いたしました。鈴木成沙と申します。こんにちは。ありがとうございます。政策のチラシを配らせていただいておりますから、よろしかったらお受け取りになってくださいませ。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。こんにちは。ありがとうございます。26歳、完全無所属、地盤も看板もカバンもなく、女性でも若くても政治の世界に入っていけるような武蔵野市であってほしいと思っております。また野菜が高くなったり、卵が10円値上がりしたりすることで生活が本当に苦しくなるような、この感覚を、生活者の感覚を知っている人が、ありがとうございます、生活者の感覚を知っている人が政治の世界にもっといてほしいと思って立候補しました。今の政治家、スーパーに行ったことのない人もたくさんいるでしょう。野菜を買ったことがない人もたくさんいるでしょう。家に帰ったらご飯がある、そんな政治家たくさんいるでしょう。自分でスーパーを回ってより安いものを買い求め、自分で料理して食べている、この生活者がもっともっと政治の真ん中にいるべきだ、この視点があるべきだと思っています。鈴木成沙と申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。大きな声ばかりでなく、小さな声、今生活が本当にしんどいという方々の声であったり、介護をしながら育児をしているダブルケアの方、介護をしながらお仕事をされている方、こんにちは、鈴木成沙と申します。ありがとうございます。大きな音ですいません、失礼いたします。
鈴木なりさ、鈴木なりさと申します。こんにちは。26歳、完全無所属、地盤も看板もカバンもなく、何の後ろ盾もなく、クリーンな武蔵野市の政治を目指して、皆さんと一緒にそんなクリーンな政治を見てみたいと思って立候補いたしました。ありがとうございます。鈴木なりさと申します。制作の書かれたチラシ配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。ありがとうございます。鈴木なりさと申します。時給1000円台のアルバイト、ずっとこの武蔵野市で続けてまいりました。時給で働きながらこの武蔵野市で暮らすこと、決して容易ではありません。スーパーをはしごして、少しでも安いものを探して買って、自分で料理して食べる、こういった生活者の視点を知っている人が政治の世界にもっともっと必要だと思っています。鈴木なりさと申します。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。大きな音で失礼いたします。鈴木なりさです。市議会議員の補欠選挙に立候補いたしました。ありがとうございます。大きな音で失礼いたします。鈴木なりさと申します。徹底的な生活者の視点をしっかりと政治の真ん中に持ち込んでいきたいと思っています。今生活が困っているという小さな声がしっかりと聞かれること、介護をしながら育児をされているダブルケアの方であったり、介護をしながらお仕事をされている方であったり、今生活が本当にしんどいんだ、働いたお金はほとんど奨学金の返済に消えてしまうんだという若者の声であったり、そういった小さな声、十分に聞かれてこなかった小さな声が政治の真ん中に届く、議論される、サポートされるような武蔵野市を皆さんと一緒に目指していきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木なりさと申します。完全無所属で、何の後ろ盾もしがらみもなく立候補いたしました。鈴木なりさ26歳、完全無所属で今回初めての挑戦です。26歳、立候補できるのは25歳からなので、本当にまだまだ20代の議員が本当に少ないままなんです。より多様な意見、子どもたちの意見から10代20代の意見までしっかりと吸い上げていくためには、20代の議員がもっと増えないといけない。経済政策、違うよ、武蔵野市議会議員ですからね、鈴木なりさん、まあ円高になってますね。結局理由はもう利上げを欧州中央銀行もアメリカ FBI もしないと、こうなったら、まあ驚くことに、世界で一番安定した通貨が円になっているという、石原慎太郎さんがそれで大東亜共栄円圏っていうのを作ろうなんていうことをね言ってましたけど、そうです。特捜部入りましたね。安倍晋三首相一人がいなくなるだけで一気に進むんだなと、まあ、真相解明、どうなるか、ちょっと気になりながら見守っておるところで、ございます。年末ですね、年の瀬、もみじの葉っぱがたくさんありますね。秋と冬がもう合体したような、そんな気がしなくもないわけで、
武蔵野市ね、住みやすいって話だよね。日本で一番住みたいところ、吉祥寺、次下北沢。ありがとうございます。応援のお言葉をいただきました。本当にありがとうございます。励まされます。鈴木成沙と申します。私自身この町で時給1000円台のアルバイトをずっと続けてまいりました。卵が10円値上がりしたり、野菜が少し値上がりしただけで買えるものがなくなってしまう、そんな生活をずっと続けてまいりました。実際のこの生活者の視点、少し物が値上がりしただけで生活が本当に困ってしまう、この生活者の視点を知っている人が政治の世界に少なすぎると思います。もっともっと今生活している人たちの視点に立って、生活者の視点から物事を考える人、こんにちは、今本当に生活が困っている人の視点に立って物事を考えられる、議論していく、そんな人がもっともっと武蔵野市に増えてほしいと思っています。また若くても女性でも、地盤も看板もカバンもなくても政治の世界に関わっていけるような武蔵野市、どうせ自分の声なんて届かないんだとか、政治の世界は遠い世界だとか、そういうふうなことを思う若者、私もかつてそう思っていましたけれども、もうこれ以上増えないでほしいと思っています。こんにちは、鈴木成沙と申します。こんにちは、ありがとうございます。制作のチラシを配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。ありがとうございます。市議会議員の補欠選挙に立候補しました、鈴木成沙と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、鈴木成沙と申します。吉祥寺の北町2丁目で小さな子供型の居場所を運営してきて今年で3年目です。そこでは今老老介護をしている当事者の方であったり、ありがとうございます、お気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございます。老老介護をされている方、介護をしながら育児をしているダブルケアの方、また介護をしながらお仕事をしていて自分の時間が全くないという方、今本当に生活がしんどいという方々の声をこの耳で、目の前で顔を合わせて聞かせていただいております。小さな声があまりにも政治に届いていないのではないかとだんだんと感じるようになりました。鈴木成沙と申します。お気をつけていってらっしゃいませ。ありがとうございます。私はもっと生活者の目線に寄り添った武蔵野市の政治を見てみたいと思っています。野菜が値上がりしたり、卵は値上がりしただけで本当に生活が困る、この感覚、また働いた分だけ、働いたお金のほとんどが奨学金だったり家賃に、生活費に消えていく、この感覚を知っている人が、今本当に困っている声を想像できる人が、私の市の政治にもっともっといてほしいと思っています。ありがとうございます。鈴木成沙と申します。政策のチラシ配らせていただいております。よろしければお受け取りになってくださいませ。こんにちは、ありがとうございます。市議会議員の補欠選挙に立候補いたしました。こんにちは、鈴木成沙と申します。笹岡さんお疲れ様です。お互い頑張りましょう。ご健闘お祈りします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら三鷹駅でのご挨拶、この辺りで締めさせていただきます。ありがとうございます。鈴木成沙をよろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。